A ピンクソンナウン、YG 移籍後の近況を公開。セブンティーン、6月カムバック説。事務所がコメント日程が決まり次第、お伝えする。モデルの志保、母の日に娘チュサランとの写真を公開。ショールーム、BTS、防弾少年団ら所属の HYBE と資本業務を提携。BF として活動再開を発表した元ボーイフレンドのメンバーたち、5月26日にデビュー10周年を記念した新曲リリースへ。女優キムテヒ、カンナム駅のビルを売却し71億ウォンの再起と報道。報道によると、2014年に132億ウォンで購入したビルを今年3月に203億ウォンで売却。中国版プロデュース101、ファンらが投票権獲得のため大量購入した乳製品を親たちが廃棄する映像が物議に。番組は中止に追い込まれた状況。最近、中国では大食い動画などでの食べ残しが社会問題となっている。